皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回なんですけども、堂々ワイバーンを本気で借りに行きたいと思います。で、以前にね、堂々ワイバーンをトロピオグナッツで戦うっていう動画を出したんですけど、まあ結果から言うとすごい動画としては面白かったし、トロペオグナッツもやられなかったんやけども、時間切れで逃げられてしまったという形となってしまいました。でもね、やっぱり堂々ワイバーン倒してみたいんよ。で、そう考えてた時にコメント欄で、その動画のコメント欄で、ロックエレメンタルでタンクしながら、タレットで倒すと倒しやすいですよというコメントをいただきまして、ああなるほどなと、それでやろうかなと思ったんですけど、まあ他にね、それを出されてる方がいて、その動画を見させてもらったんですよ。いや面白いのいやめちゃめちゃ面白かったんよ。だから正直俺出しても、これはもうこの人の動画の方が面白いなと思って、なので今回はそんなタレットの代わりとなれる生物を用意したので、そいつでねやっていこうかなと思っております。それではまずは施設の紹介から入っていきましょう。さあ、こちらが施設となっております。どうでしょうか。こちらベロナサウルスですね。エクスティンクションの生物なんですけど、こいつらね、タレットモードっていうのがあって、まあ名前の通りタレットモードにしておくと、あまり動かずにこっから撃ってくれると、こいつら針を飛ばして攻撃できるんですけど、その針を撃ってくれるという感じとなっております。なんでこれがね、総勢なんと70匹置いてます、この施設の中に。いやこれやばいやろ、これ70匹やで。まあ、あのタレットモードって残念ながら20ダメージずつしか入らんねんけど、ただ70匹おるし、まあしかもね、これ一応まあ堂々ワイバーンではテストできてないけど、まあ普通の生物でテストしたんやけど、多分ね攻撃当たんない、こっちの相手の攻撃が当たんなくて、なおかつこっちの攻撃は当たるはずなんで、まあこの入ってきてね、トロペオグナトスでこうやって誘導してきて、わーってやって、で入ってきて、でまずこのロックエレメンタルにちょっと託しながら、この後ろから出ていって、でもこのままやとここが空いてるので、ここをこれで塞ぐと。でこれなんで空いてるかっていうと、堂々ワイバーンね、でかすぎてゲート通れないっぽい。ドアつけたらなんかね入れへん。だからとりあえずね、取っといて後からつけようかなということで、今回そういう形にしてみたわ。ほんでまあ一応上も紹介しよっか、餌箱とこいつらので、まあ俺もと1匹ベロナサウルス持ってるから、71匹目をこの上から狙い撃とうかなと、ベロナサウルスで思っております。それじゃあ、緊張するけどやろうか。堂々ワイバーン、覚悟しとけよ、あいつ倒しに行きましょう。おった、堂々ワイバーン、よっしゃ、じゃあ誘導していこうか、罠のとこまで。おい、何止まってんねんお前、おい、うえ、行こう。来てるな、遅いなこいつ遅っ。とりあえず周りのゾンビワイバーンは来させんようにして、ちょっと後で欲しいからね。うわー、ライダーブレッ、ちょっと待って、まあまあ遠いとこに湧き上がったから、目線の先まで、あっこまで行かんとあかんから、結構痛いなこれ。大丈夫か、来てるな。うわー、この前みたいに戦うならまだしも、これちょっと誘導しなあかんっていうのがマジできついな。頑張って地道にやっていくしかねえな。あ、来てる。オッケーオッケーオッケー。あー、いれ、やべ、トロペオが死ぬ。あー、いった、やべ、ほんまに死ぬ。なんぼ体力。危ない、もうほんまにやばい、トロペオ。来てる
来てない。まああとそこやねん。来てくれ、頼むから。来てる？来てない、バカ。あとちょっとやって、あとそこやから。ちょ、敵が多い、敵が多い。来た、かかった。来てるな、オッケー。痛い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 。あーったー、トロペオ、トロペオ。マジ俺生きてんのか、これ俺生きてるわ、生きてるわ俺。ちょっと待って、生きてる生きてる。あーくそ、堂々は今 136？ え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、やばい、136やん。こいつレベル1で66万やね。HP。ちょっと待って、削れ切れるかな、これ。やばい。どうしようかな。これ、とりあえず入れなあかんわ。ちょ、これ、待て。なら、行こう。お前、こんまま、こっち来い。入ってこい。入ってこい。トロペオグナッツがいないのがでかい。入らへん、入れられへん。入れ、はい、入った。入った。やっと入った。あぶね、入った。ああが、やっと入った。もう入ってるって言うんかこれ。あー、ちょっと待って、ちょっと、はよ、これクリエイティブ切りたい。でかすぎる。オッケー。あ、もうクリエイティブ使うしか無理やった。ちょっと、許してくれ、これは。あ、いけ、撃つぞ。おら。ただこれ130やから。なんか微妙なダメージやな、こいつら。もう俺がメイン火力か。一応ちょこちょこダメージは与えてくれてるけど。落とせるか。いけ、撃て。こいつ意外と上空にいて、こいつら当てれてるか。うわ、微妙やな、タレットのダメージ。微妙や。思ったより。当たってないパターンが多い。今時間は ?4 時半。一応戦闘状態やったら逃げへんっていうのを聞いてんねんけど、大丈夫かな。ちょっと待って、135は想定外。ちょっとレベル5とかそういう、それぐらいを想定してたから、130ってちょっと落としきれへんかもしれん。落とせるかこれ。落とせるか。強すぎるぞ、130は。さすがにロックエレメンタルの体力も持たなさそうやし、70体のベロナサウルスがどれだけ撃ててるかちょっとわからんけど、なんか一部攻撃してない。ああ、ロックエレメンタル殺された。くっそ、やられたか、ロックエレメンタルも。これはもうロックエレメンタルなしでやるしかない。落ちねえ。全然落ちねえ。落ちんのかこれ、マジで。これは、しかも俺のベロナがメイン火力なってない、これ。ちょっと虫眼鏡持ってるから体力見てみようか。ちょっと待って、何分あんのこれ、ちょっと待って、体力。1、10、100、1000万、10万、100万、300万、300万。いや、無理やろ。300万どんな体力してんねん。ちょっと待って、300万って書いてなかったか、今。え、無理やろ、これもう。これ無理やろ、300万ってもう。どんだけ強くても無理やろ、もう俺らが。いや、でも、ちょっと待って。5時過ぎてるけど、やっぱり戦闘中やから逃げへんのか。一生打ち続けたらいけるか。
いやー、これ厳しいな。逃げられちまった。逃走されたわ。戦闘中やったけど、さすがに許してくれんかった。てかもう無理やったわ。うん。もう無理やわ。300万なんて、うん、このベロナとかそういう問題じゃなくて削れねえわ。いや、あー、ちょっと、危ねえ、死ぬかと思った。ごめんな、ロックエレメンタル。ベロナ自体はやっぱり攻撃は当たらなかったようやな、この作り的に。当たらなかったけど、そもそもこいつらのダメージ微妙やったし。あー、ダメだな、こりゃ。はい、今回、ベロナサウルスの施設を作って、ちょっとね、いけんじゃねえかと。こんな大規模な、施設を作ってみたんですけど、大敗ですね、これ。いやー、まあ、もちろん、なんやろ、堂々ワイバーンのレベルが高かったっていうのも、まあ、そうやねんけど、まあ、まずこのベロナのタレットモードが弱すぎるっていうのも、まああるし、70体あったらいけるかなと思ったけど、思ったよりね、やっぱダメージを食らわんために作った建築やったから、こっちからも結構当てにくかったっていうのは、やっぱりあったのかな。うん。ということで、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。いやー、ちょっとね、考えるわ。うん。もうどうしても勝ちたい。もうここまで来たらもう勝つしかないから。ちょっと考えるわ、他を。はい。ということで、この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。